はい、ワドツいらっしゃい。今日も練習するぞ。今日は体調そんな悪くないから、ちょっとやります。今日も一緒に頑張りましょう。はい、まちゃんこんばんは。いつかね、ワドツ頭痛いのはね、若干良くなったかな。痛かったけど収まってきてますね。なんかね、だいたい偏頭痛ってね、2日ぐらいで収まるらしい。良かったよ。はい、組田ワドツ。うん、今からトレーニングに行くために公園に行くんですよ。うん、ありがとう、いちか。頑張るよ。強くなりましょう。今日帰ったら酢豚だからね。おい、ハッチいらっしゃい。いつもありがとう、ハッチ。ワドツー。はい、今度はワドツー。今日は体調いいですね。うん、今日でも暖かいよ、東京は。ちょっと曇ってるから雨が怖いけどね。雨降る前に終わらせたいですね。はい、ワド2、ケンシンさんいらっしゃい。雨雲だよ、もう雨雲ですよ、うん、もう来るかな、降るかな。降ったら中止だね。降ったら中止します。家雑談します。降り始めたらパソコン壊れちゃうんで。たけしさんありがとう、情報。これ降るね。ただまあ雨降って練習しないのに言い訳にしたくないんで、もし雨降ったら家で雑談にして、お風呂ゆっくり使ってストレッチを入念にやります。はい、ワドツー、猫いらっしゃい。明日雨だ。いい匂い。明日雨だ。マジで大丈夫？なんか結構風邪ひいてるんだよね、職場でも。そうなんだ。まあ今日から3月だからね、気合い入れてこうぜ。人生変わる。俺は4月32歳で人生変えるって決めてるから、駆け上がるぞ、マジで。一気に行くから。あ、やべ、雨降ってきた。マジかよ。雨降ってきたよ。え？今ポツって。ちょっと様子見よう。一瞬、あ、降ってるな。あ、降ってる。どうする？雨降ってるよ。
やめとく？機材壊れたらアウトだからな。どうする？みんな。いや、ランニングだけでもやりてえな。ちょっと、降ってるよ。マジかよ。最悪、降り始めた。マジか。どうしよう。マジか。帰る？マジか。もうちょい様子見るか。壊れたら大変だよね。どうしようかな。いや、風とかじゃなくてトレーニング。雨か。どうしようかな。機材なしでやろうかな。配信なし。うわ、マジか。屋根のあるところ、あるっちゃあるから、そこシャドウやろうか。屋根のあるところで、ちょっとシャドウの練習だけにしよう、今日は。そうしよう。こう、頭使っていかないとね。こんな雨に負けたら強くなんねえから。オッケーオッケー。雨が降ってても練習はやめたくないんだよね。せっかく毎日続けてるから。今日ちょっとロードワークなしにします。ナチュラーレさんどう見ても自販機嵐にしか見えないから。え、ゴンタサクランボさん本降りになったら中止にしましょう。本降りになったらね、もうバサバサ言い始めてるよ。部屋根探そう。あ、都庁の下でやる。都庁の下だったら地下道だから、地下道でやろうかな。地下道で練習する。都庁の、いや予想外だな。今日はね、リスワン狙ってないよ俺。今日は狙ってない。週末あたり撮ります。僕は一さんありがとう。今日は撮らないっす。スティーブ・ジョブズのモノマネしてないよ。そうしようか。都庁の方行こう。敷地内で言われないかな。ちょっと遠くなるけどね、しょうがないね。ロードワーク今日なしにします。残念だけど。モンザブローさんいらっしゃい。屋根があるところ、屋根があるところないもんな、公園だと。公園だとないね、やっぱ屋根は。でもまあ雨の日練習できる場所探しておくのはいいもんね。あそこはみんな、あそこ、あそこどうかな。ノンタンとシャドウしたところってどこ。14個ありがとう。え？公園屋根ないでしょ？あそこは。公園だから。この前シャドウやったところどこだ？
バカありがとう。ハッチありがとう。あそこか。あそこは屋根ないね。あそこは屋根ない。いいよ、新しいところ行くよ。あ、有田さんだ。ハート10個ありがとう。サンキュー。有田さん戻ってるね。有田さんいる。雨ね、強くなってきたね。パソコン大丈夫かな。ここどうかな。ここどう。ここでやろうか今日は。ここでやります。電波来てる。電波来てる。電波ない。あれ電波ない。オッケー。これで行こうか。見えてる。見えてる。よかった。オッケー。ちょっと人多いけどここでやりましょう。ここでやります。ちょっとあのパソコンを置ける台みたいなのを探すわ。パソコンを置ける台どこに置こうかな。ここでいいや。よし、今日の練習場所ここです。よろしく。電波 OK だよね。どうしようか。今日ね、シャドウよりもね、腰の回転の練習したいんだよね。
でも右ストレートがやっぱダメらしいんだよ、まだ。昨日10ラウンドやった。音は大丈夫？コードネームクマパンチアットマークコパさんはどつ。コンパチさんはどつ。今日ね、雨降っちゃったんだ。あ、屋根のあるところ来た。コナイさん、なるほど。今度サクランボさん
人目なんか気にしてたら配信者なんかできないよ。ちゃうよね。なんかノイズの音聞こえる？ノイズかなんか走ってる？どう？うるさい？雑音。なんか結構ノイズみたいなのが音量メーターに走ってんだけど。問題ない？慣れだね、慣らすためだね。古代さん、私は気にならないよ。気にならない、大丈夫。海坊主さん、こんばんは。こんばんは。ブランコさん、気のせいです。気のせい、大丈夫。こんばんは、海坊主さん。出口アットマーク、和道を下、もんちゃん来てるやん。もんちゃんって。リモンさん、怪しい人に見える、わらわらわら。怪しくないでしょ、別に。なんで怪しいのよ。あんま怪しくない。海坊主さん、風船をちょっとプレゼントしました。お、風船来た？お、海坊主さん、風船ありがとう。次はちょっと練習企画やるんで。
ボンちゃんだ。ボンちゃん可愛すぎる。モンさんって何？リモンさん怪しすぎる。 www 何その帽子。ワットワドさんおもろ。わら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 。え？この変帽子。リモンさん変。古代さんそういう帽子取ってほしい。本職職パンさん前嫌いでしたけど嫌いじゃなくなりました。おーありがとう。マガありがとね。ぜひぜひフォローしてください。リモンさん家入れ深くお辞儀する人可愛くないですが漫画をすいません汗汗。変かな帽子。俺気に入ってんだけどな。海坊主さんその帽子欲しい。新さんこんばんは。この帽子リバーシブルだよ。この帽子結構高いんだよ。みんなが思ってるより高いよこの帽子。フォローありがとう。クルーマン4号さん頑張ってください。逆線本当にこれ本側だよ。これ本側だよ。本側のリバーシブルだよ。ちょっと待ってて今リバースするからちょっと待って。普通にかっこいいと思うけどな。ちょっとこれ巻き終わったらリバースしてあげるよ。古代さん女子がかぶったら可愛くなりそう。別に女子がかぶったらと俺がかぶっても可愛いじゃん。リモンさんリバーシブル楽しみすぎる。口が開いて目が固く閉じた笑顔。2800円。違うこれ17800円だよ。この帽子17800円。あ16800円かな。結構すんだよ。感じ可愛いでしょ。ヒョウ柄ヒョウ柄可愛いでしょ。あるなんちゃおつみたい。リモンさんそっちの方が可愛い。ハートの目の笑顔。古代さんいいね。新さん中華風。こんたさくらんぼさん高い。練習しようかじゃあ、こっちの方が可愛い？女子受けはこっちの方がいいんだ。いきます。ちょっと軽く流しますね。じゃあ、杉役から企画します。新しい試みをやります。で、杉役も来てください、ぜひ。皆さんフォローしてください。お疲れ様です。杉役も来てね。フォローしてね。じゃあ、お疲れ。すぐ枠開きます。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。